どうも皆さんこんにちは、のってんです。ぐる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 。はい、今回はですね、皆さんジェルボールスライムとはご存知でしょうか。結構前にね、 YouTube 界で流行ったんだけど、じゃじゃん、このね、洗濯用のジェルボールと洗濯のりを混ぜるだけでスライムになるっていうやつです。でもね、なんか海外でやってた人はすごいみんな成功してるんだけど、日本でねやってる人はなんかみんな失敗してるんだよね。私もその一人。動画にしようと思って一生懸命ね、このジェルボールと洗濯のり混ぜてたんだけど、全然固まらなくて、もうそれはボツにしちゃったんだけど、なんでね、日本の方ができなくて海外の方ができてるのかなって思ったら、きっとね、それは成分の違いだと思いまして、じゃじゃーん、海外製のジェルボールを買ってきました。ということで今回は海外のジェルボールでスライムを作ってみたいと思います。ジェルボ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 。もうね、これを使ったら私でもできるんじゃないかと。あのね、一応予備で違う種類のを買ってきました。まあね、このどっちかはスライムになるんじゃないかと思います。ということで早速作っていきましょう。はい、じゃあね、まずは日本製のジェルボールだと本当にスライムになんないのって思う方がいるかもしれないんで、日本製のやつでやってみたいと思います。これね、前できなかったんだけど今回もできないと思いますよし、じゃあ早速やってみたいと思います。オーブン、ピョーン、プッチン、うおー、これめっちゃ綺麗。うわー、こんな綺麗な洗剤で洗われたらね、洗濯物も綺麗になるわ。よし、こんな感じかな。そしてここに洗濯のり入れてきます。洗濯のり入れてきます。どんぐらいやっかな、こんぐらいとく、こんぐらいにしとこうか。よし、じゃあ混ぜていきます。ゴー。さあ、スライムなるかな。だからね、これ一瞬ね、なりそうな気配は出すのよ。ほら、なんか粘っこくなってるでしょ。あ、これいけるんじゃねと思うんだよね。でもスライムに、あれ、なってる、スライムかな。いや、違う違う、こっからなんだよ、こっからなんだよ。お、スライムになってきたじゃんってなるでしょ。で、なってるかこれ。でもまだひっついては離れてなってないから、ひっついては離れがないからね。なんかね、スライムになりそうなんだけど、なんか今一歩っていうところまでしか行かないんだよね。もう触れないぐらい、トロトロ。ペースト状にはなってるんだけど、触れるほどは固まってないって感じかな。うん、これは全然ダメだ。全然全くスライムになってないですね。はい、ということで、日本のね、ジェルボールではスライムになりませんでした。よし、じゃあ次はね、大本命のタイドポットやってみたいと思います。これはね、もうきっといけると信じて。じゃじゃーん。お、見て、結構ね、日本のジェルボールと似てる。え、これ本当に大丈夫かな。ちょっと待って、見比べてみよう。え、こっちがね、海外のタイドポットで、こっちが日本のやつ、ジェルボール。なんかね、ほぼ一緒。海外のやつの方がたっぷり入ってる、パンパンになってて、日本のやつはね、ちょっとプニプニした感じかな。これ大丈夫かな？色はちょっと違うけどね。よし、じゃあね、やってみます。あー、これできっとなるはず。じゃあね、ちょっとやる前に、サムネ、サムネ。やっぱね、このシーンがいいかなと思うから。サムネを、おお、いいとこ乗った。こんな感じ？はい、オッケー。もうね、サムネにしたからには成功しないとやばいよ。よし、じゃあ切ります。せーの。おっ、あ、日本のより弾力がすごい。うーわー、やっぱたっぷり入ってる、パンパンに入ってたからね。そして相変わらず綺麗だな、君は。よし、こんなもんでどうでしょう。そしてね、ここに洗濯のりを入れていきます。お願いします。トゥルー。さあ、どうだ、どうなる、これでなってくれ、いけ。お、なんかさっきより弾力がすごい、弾力がすごいよ。いいんじゃない。こっからだよ、こっからスライムになるか泥になるか。来てる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 、もっちもちもちもち。もう一個、もう一個、ちょっと足りなかったかもしれないからね。え、はい、じゃあね、次はゲインの方で試してみたいと思います。これできなかったらやばいぞ、この動画。おー、中はこんな感じ。ちょっとね、さっきより緑っぽい感じかな。さあ、お願いだ、今回こそなってくれ。ポン、おー、いいぞ、すごく綺麗だ。ふわー、ちょ、ほんとお願いだよ、お願い。ちょ、ほんと頼むぞ、頼むぞ。そしてここに洗濯のりを入れていきます。
ほい。さあ、お願いだ。えい、いけー。いいんじゃない、いいんじゃない。なんか結構あっさりめだけど、とろっとしてきたよ。おお、どうかな。とろっとしてきたよ。あれ？なんでできないんだろう？全然日本のやつと変わらない。トロットロ。なんかね、一瞬スライムっぽくはなるんだけど、その後にね、どんどん溶けてっちゃうって感じ。これ触ってみると、ほら、うえー、ベタベタ。ちょっとね、海外の方の成功動画もう一回よく見てみようと思います。よし。ちょっとね、成功してる方の動画を見てきました。さっき私はジェルボールを先に入れたんだけど、その方はね、なんか海苔を先に入れてたんで、今回は海苔を最初に入れたいと思います。でね、洗濯海苔よりより強力な普通の海苔を使ってみたいと思います。まあね、そんなに変わんないかもだけど、ちょっとはね、固まる可能性が高くなると信じて。よし、こんぐらいかな。で、ここから切ってくんだけど、特にね、ここだけを使うとかなくて、全部一気に切ってた。ちょっと、おー、いいよ、勢いいいよ。で、こっからが一番大きな違いだった。こっから、なんかすっごいそーっと混ぜて、混ぜすぎない。ちょっとスライムになってきたなぐらいでもうすぐ取り出してた。一番スライムっぽくなった瞬間に取るのかな？よし、いけ！ゆっくりね。ゆっくり混ぜていって、今かな？今？今ちょっともう出しちゃうか。ちょっと一回机の上に出しちゃうね。よいしょ。今一番スライムっぽい状態。スライムっぽい状態を、スライムのとこだけ書き出して、よし。いいんじゃないかな。これをね、引っ張って練ってた。おお、ほら、一見スライムっぽい。こういうこと？みんな一見スライムっぽい場所だけを狙って撮ってたのかな。うわー、でも柔らかい、でも柔らかい。これでいいのかな？これでみんなスライムに見えるかな？ちょっと、トロトロだけど。でもなんかっぽくなってきてる。頑張れ。謎の混ぜ方で。頑張れ、頑張れ。あ、なってきた？おお、なってきてる気がする。ちょっと、謎の混ぜ方が正解なのかも。餅つき。さっきのね、トロトロよりは、さらにまとまった感じ？ほら、スライムになってる！ちょっとね、映像で伝わるかわかんないんだけど、さっきよりはね、確実にスライムっぽい感じ。ちょっとね、もう一個、ゲインの方でも試してみたいと思います。はい、じゃあね、さっき同様に、先に海苔を入れます。よし、さっきより少なめでいいかも。よきゃーい。そして、ゲインを入れていきまーす。ゴー！おー！うわ！そしたらね、さっき同様、そーっと混ぜていきます。そーっとそーっと。そして、一番スライムっぽくなった時に引き上げる。もういいかな？一番スライムっぽいかな？今だ！よし、いけ！ピューン！いいぞ！グリーンスライムじゃん、これ。よっしゃー。良いではないか。そしたら、これを、さていく。おお！手にあんまりつかない。こういうことね。ほら、スライムっぽいでしょ？おお！謎混ぜ、聞くのか？ゲインに謎混ぜ聞くのか？お、いいんじゃない？ほら、まとまった！このね、落とすことでしかね、スライムっぽさは表現できない。でも一応ね、ひとまとまりになってるの。ほら、結構柔らかいスライムだからね、手で持つとなかなか伝わりにくいんだけど、ゲインでもスライムができました！ポトン！はい、ということでね、この混ぜすぎないっていうやり方を使えば、日本のやつでもできるんじゃないかって思ったので、試してみたいと思います。いや、これでできたらね、ただの混ぜすぎ説だからね。よし、いきまーす。まずは、海苔を入れて、OK！ わ、手についた、手についた、そんな、ジェルボール、日本製も頑張れ！ポン！さあ、みんなの夢を乗せて、いけ、ジェルボール！よーい。うわ、そんな、そして、ゆっくり混ぜていきます。混ぜすぎない。混ぜすぎずに、一番スライムっぽいところで、引き上げる。よし、オーケー！で、これを混ぜていきます。どうだ？
あ、なんかでもさっきよりトロトロしてる気がする。さっきのね、この混ぜ方。あ、なんか泡立ってきた。この謎の混ぜ方すると日本のやつ泡立つんだけど。これ大発見じゃない？スライムはどうかな？あー、なんかちょっと違うかも、これは。なんかね、泡の部分と、こういう塊にね、分裂してる。ほら。なんかすごい汚い。やっぱり日本のやつだとできないんだ。やっぱさっきとね、全然違う。はい、ということでね、日本製のやつではできません。よかった。よかった。はい、ということでいかがでしたでしょうか。一応ね、海外のジェルボールでスライムはできました。でもね、あんまりスライムの質も良くないし、手もね、荒れちゃうかもしれないので、みんなはこの動画を見て、そうなるんだーってね、満足して真似はせずに普通の材料でスライムを作ってください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それではじゃあねー。